アルゴスです。恋人に嫉妬したことありますか？私はお恥ずかしながら24歳くらいまでは恋人に嫉妬したことがあります。この嫉妬という感情、本当に余計なことしか生産しない感情だとつくづく思うばかりです。もしも今もまだこの感情を抱いてそこから生まれる負の行動をしてしまっているなら早急にストップすべきです。例えを一つ出して考えてみましょうか。食事中の会話の中で別会社で仕事をしている恋人が今度社員旅行で九州に行くそうです。メンバーの多くは異性で部署の隔たりをなくす目的の旅なので頻繁に飲み会を開催する旅になるようです。さあ、不安に近い嫉妬心を覚えましたか？でもこれ冷静になって考えてみましょう。自分が嫉妬心を持ったところでどうにもならないことではないでしょうか。心配だからその社員旅行についていくつもりですか？それは実質不可能です。であれば結局のところ聞いているこっちができることはただ一つ、相手が気持ちよく出発できるように温かく見送ってあげることだけ。でもこれが何よりも大切なことです。相手に器の大きいところとあなたを信頼しているよという明確な意思表示になるんです。逆の立場を想像すればわかりますよね。ここを間違えて嫉妬心を態度に出してしまえば相手に気を使わせたり今後会社とかそういう話を一切してくれなくなります。そっちの方がよっぽど嫌じゃないですか。嫉妬というものは極めて非生産的な行為と認識し、今後二度と行わないようにコントロールしましょう。コントロールの秘訣は嫉妬しても何も意味がないし、そもそもどうしようもないことであると思い出すことにあります。さあ、素敵な恋愛を。それではまた明日ね。